民を愛し平和を願う白夜王国。戻ってきてくれたのですね。歯を唱え策謀を巡らす暗夜王国。二つの大国が争いを深める中で物語は幕を開けます。主人公はプレイヤーであるあなた自身。白夜の王家に生まれ暗夜に育てられた主人公は、騙されるな、戻ってこい。どちらの王国と共に戦うかという大きな決断を迫られます。あなたの選択で未来は大きく変わっていく。何？今作の最大の特徴ともいえるのが、白夜王国、暗夜王国と2つのタイトルに分かれていること。どちらを選ぶかで物語の内容はもちろん、仲間になるキャラクターや兵種、マップの難易度などが全く異なります。暗夜王国の侵略に立ち向かう王道的なストーリーが展開される白夜王国編。陰謀を食い止め国を内側から変えていく難易度が高めの暗夜王国編。それぞれが異なるエンディングへ向かって物語は加速していきます。仲間になったキャラクターたちの中からバトルに参加するユニットを選択し、準備ができたら戦闘開始。ユニットを移動し敵ユニットを選択し攻撃。武器や兵種の相性を正しく見極めることが勝利への鍵となります。あっけないな。バトルを有利に展開するためには味方と力を合わせて戦うことも大切です。隣接する味方ユニットが戦闘に後衛として参加する後陣。前衛の能力が上昇し後衛のキャラクターが追加攻撃を仕掛けます。ありがとう。しかも今作では敵も二人がかりで戦闘を仕掛けてくるため、仲間との連携がより重要になります。二人のキャラクターを一つのユニットとして行動させる防陣。前衛の能力が上昇し加えて後衛が敵の追加攻撃をガードします。さらに今作から登場した新しいギミック、龍脈。戦場に点在する龍脈と呼ばれるポイントを起動するとフィールドがダイナミックに変化します。龍脈を操作できるのは主人公や王族のキャラクターのみ。戦略的に使うことで戦況は一変します。すごい。物語が進むにつれて個性豊かな仲間たちが増えていきます。登場する兵種の数は実に60種類以上。兵種によって能力やスキル、装備できる武器などが異なります。また白夜王国と暗夜王国で使用できる兵種が違うのも今作の特徴の一つです。戦いで得た経験値を貯めるとレベルアップし能力が上昇します。条件を満たすことで上級職にクラスチェンジ。守ってみせる。また共に戦っていく中で仲間同士の絆は深まっていき、戦闘にも良い影響を及ぼします。将と将の間ではマイキャッスルと呼ばれる拠点に戻って次の戦いに備えます。戦闘で得た龍脈地を使い武器屋や道具屋などさまざまな設備を自由に配置。
仲間のキャラクターたちと交流すれば、アイテムを手に入れたり絆を深めたりすることができます。またすれ違い通信やインターネット通信を使って他のプレイヤーとの交流も楽しめます。相手のマイキャッスルを訪問したり、マイキャッスルを舞台に対戦することもできます。剣を取るか、闇を照らす光となるか、今こそ選択の時。ファイアーエンブレム、イフ、白夜王国、暗夜王国。